こんにちは、秋葉仁です。やってまいりました、ここはですね、和歌山県、城崎海洋公園オートキャンプ場というところにやってまいりました。で、今僕が止めてるのがですね、ここのね、車がここに置いてあるんですけど、ここはね、フリーサイトです。電源なしの方の区画サイトという感じになってます。で、後ろに今ちょっとこう個性的な車が止まってると思うんですが、この辺の辺りがですね、電源サイトですね。で、フリーサイドの電源なしの方は僕の後ろにですね、駐車スペースがあって、そこに車を置いておくと。で、荷物の出し入れの時だけは、横付けしてもいいよという感じなので、今横付けしてですね、これからテントの設営をしていこうと思っております。で、ここのね、ほら、キャンプ場がなんか白い岩に囲まれたキャンプ場ということで、ものすごくね、景観がいいんですよ。もうこれをね、和歌山どこに行こうかなって探した時に、ここを見つけて、いや、これはいいということで、今回ここで、キャンプをしてみようかというふうに思ってます。では早速ですね、これからテントの設営をしていきたいと思います。これ実は前日に下見をしてるんですね。僕、予約を、ここのキャンプ場予約する前に、一体どんなところなのかということで、この向こう側に、こう今ロッジ系が見えるでしょう。この向こう側が道の駅になっていて、そこに止めてですね、一回下見をしてます。それではテント設営スタート。それでは実際に、テントを張っていきたいと思うんですけども、今日用意したテントはこちらです。はい、ズドンと、DOD のですね、ファイヤーベースという、ポリコットンでできているテントです。で、まあ、テントというかスクリーンタープ系だよね。一応インナーのシートもグランドシートも貼れるようにはなってるんですけども、こちらをですね、貼ってみたいと思います。これから夏に向けて、まあ、暖かくなってくるんでね、やっぱりどうしても虫嫌いな僕にとってはそういうファイヤーベース的なね、焚き火で焦げにくい、穴の開きにくいポリコットンしようということで、まあ、フルスクリーンにもなるし、それからメッシュ全面メッシュにもなるしということで、これをですね、今日は作ってみたいと思います。 ファイアースティック TV じゃないよ。ファイアースティックって言えばさ、この頃全然やってないけどさ、ファイアースティックとかさ、そういえばね、チュッピーさんにね、なんだっけ、木の松ヤニのついた木、なんつんだっけあれ、あ、ファットウッド、それもらってんだよね。あるんだよ、ファットウッド。それもね、どっかでこうファットウッドでハッとしてグッときてってやつやらなきゃいけないんだけどさ、めんどくさくてさ、あ、言っちゃった、めんどくさいって言っちゃったさあ、和歌山県白崎海洋公園オートキャンプ場でのソロキャンプがいよいよ始まりました。今回はいつもと少し違う雰囲気のあるキャンプ場で、まるで海外にいるかのような気分になります。で、気になったのはこの白でしょ、アイボリー。下になんかやっぱり汚れ防止引かないと汚れるよね、このケース。今ちょっと置いただけで黒くなっております。黒く汚れは多分目立つかと思う。で、これが多分下に引くシートだと思います。で、あとはポール類とペグ類です。で、ペグはいつものようにまあまあ使える丸いペグですけども、これね、まあ、使い用途によってはこうスッと刺さるので、ガッと使いやすいんですけど、風が強いところとかでは抜けちゃう可能性があるので注意が必要と。なので僕はまたいつものようにエリステを使ってやりたいと思います。まずはこのポールをね、組み立てていきましょう。ポールは同じ長さのものが3本ですね。同じ長さっぽいのが3本で構成されています。こいつをポン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 と、
結構長い。ポールが結構長い。結構長いポール。よっしゃ、じゃあ行きますよ。今度はね、こっち側から画角を押して一気に、まずは広げます。広げます。こいつどっちが前でどっちが後ろだか分かんない。ここのキャンプ場はとにかく風が強いことで知られており、それこそ純正のペグでは簡単に抜けてしまうことも。実際下見に来た日も断続的に吹きつける強風に少し不安を覚えたぐらいです。では実際にスリーブを通していきたいんですけど、スリーブにポールを通していきたいんですけど、ちょっとねポリコットンってことで同じアイボリーで分かりにくいんですけど、ここにちょこっと通す穴があります。ここにポールを通していきたいと思います。全部で3本。テント設営日でもあるこの日は運がいいことに天気も良く、風も穏やかで過ごしやすい感じがありました。とはいえいつ状況が変化するかわからないので、素早く設営し針綱までしっかりと打ち込んで準備をしておきたいと思います。よっしゃ、でもう一本、もう一本。なんか自立しそうなテントだねこれ。今回使うテントは DOD のファイヤーベースというポリコットン製のスクリーンタープ。特徴として火の粉に強く、近くで焚き火をしても大丈夫という商品です。さあできたぜ。引っかかるからね、引っかかるからちょっと通しづらいようなところはあるけど、とりあえず通った。でしたら空タップをスリーブでグロメットに入れていって、で立てると、はい、ここにグロメットがあるのでここに入れていっちゃうと。よっしゃ、はい、ここに入れる、プチッと。じゃあもう一本、もう一本はどこだ。グロメットの場所を見つけないと。ここだ。よっしゃ、よっしゃ、半分こっち側の3つのグロメット通しました。であと反対側のグロメットをはめていけば自立するはずです。これは多分僕の経験上自立していくはずです。でははめていきましょう。これ簡単かもしれない、立てるの。秋葉神が買う決め手になったのは近くで焚き火ができるという点ではなく、個性的なそのテントの形だったのです。スクリーンも大きく出入り口もたくさんあるため、夏でも風通しよく使えるかなという点です。ポール3本で構成されているので、天井高が最大2メートル40センチ、中で腰をかがめることなく過ごせそうな点はいいですよね。腰痛持ちにとって天井高は意外と重要な点だったりするんです。なんか立っちゃったなんか簡単に立っちゃった、自立しちゃった。はい、今こんな感じです。これ形整えると、え、なんかあっけなく立っちゃったんだけど、全然こう苦戦することなく立っちゃったんだけど、やべえ。であとは、グロメットをはめていきます。グロメじゃないや、あのテントとポールを固定していきます。パチンパチンと。
しかし真っ白な石灰岩に囲まれてキャンプをするなんてなかなかできないですよね。あれなんか開けなかったね。やっぱり、なんかね、なんか開けなく立っちゃった。ボール片一方はめ込んで、あと片一方ずつ押し込んでったら、立てながらこうちょっと引っ張りながらやればスッと立っちゃった。はめて、このここもはめて、あとこことここだけか、パチンパチンするのここだけか。はい、なんかあっけなく立ってしまいました、これが全体像なんですけど、高さは結構な高さあります。でちょっとね、面白い形してるんですけども、こうやってスカートも完備してるし、まあこれからのね、夏に向けてはメッシュも多いし風通しもいい感じで、でポリコットということで焚き火が近くにあっても火の粉でね穴が開きにくいという感じになってます。では中の方へいらっしゃいませ。はい、どうも。はい、こちらでございます。中は結構広い、天井の高さはかなりあります。でこの上にですね、ベンチレーターがあるんですけど、僕の背だと結構きつい位置にベンチレーターのあれがあります。これ多分これ出せない、僕には出せない、すげえ高い位置だ。しゃでランタンフックが結構あちこちにあって、ここにもランタンかけられるような、でここにも 1,2,3,4,5,6 箇所ランタンかけられる場所があります。なのでね、結構広いよ。開けてしまえば風通しはかなり良さそう。はい、まあ、全部開けちゃえばかなり風通しいいよね。これはできました。こんな感じでですね、開けられるのでかなり風通しもよくいけるんじゃないかなと。であとはまあ夏場だとね、どうしても虫さんがやっぱり間から入ってくるので、ここはね、例えばこの辺にとかインナーテント、テントインテントにしちゃえばかなりゆったりと使えるかなという感じです。まあ、大きさはね広いですね。ただ形が、1,2,3,4,5,6 角形、6角形なので、あの長さが5メーターぐらいある割には、まあ中は結構こじんまりまとまってるかなと。で高さも多分今までのテントの中で一番高い、手が届かないもん。でも全然問題なくいけると思います。で今日はですね、まあこれからの夏に向けてということで、だんだんね暖かくなると虫も多くなってくるということで、めっちゃ見られてて恥ずかしいんですけど、今人がいっぱい来てめっちゃ見られてて恥ずかしいんですけど、なので後ろは閉めとこう、後ろ閉めとこう。あ、違う、これ向きをこの向きにしなきゃいいんだ。そう、向きを変えたいな。この向きじゃなく、これだと網やみにしとくと、もう完全にパンダ状態でしょ、俺。パンダ状態。だから、向きをちょっと変えようかな。変えた方がいいな。ちょっと変えるか、ちょっと待って。こんにちは。あ、ビデオで、あのキャンプの様子を撮ってる。
そうそう、自分が生きた証にね。いつ死んじゃうか分かんないでしょ。一人で？一人一人一人。え、3人乗ったはずかな。あ、違う違う違う、僕の顔だから。え、あれみんな僕の顔？そう、可愛いでしょ。一人でね、友達いないから一人でやるしかないの。あ、そうですか。あ、そうですか。今日はここで宿泊ですか？そうそうです、そうです。ご飯は？ご飯は自分で適当に。うん、どこから来たんですか？東京です、東京。東京、ようこそ。そう、家出しながらね。家出しながら、あちこち旅しながら、キャンプしながら。あ、そうなんだ、素晴らしい。みんな素晴らしい。どっから来たんですか？いやいや、大阪です。あ、大阪も、うん、ここ見に。あ、ツアーです。あ、ツアーなんだ。へえ。みんな乗ってるんですか、そこに。一人一人で、そんなにか、バッテリーとかなんか。あ、そうそう、乗ってます、乗ってます。うん、東京から、あちゃこと旅しながら、今、和歌山で。で、次は、日本一周。日本、まあ、日本一周みたいなもんですね。適当に。かっこいいですよ。で、次はどっか、どこ行くのかなって、適当にくじ引いて、どっか行く。ここ初めてですか？ここは初めてです。なんもないね。はい、どうも、楽しんでください。このぐらいの角度でいいべ。このぐらいの角度でまでちょっと視覚ができるべ。まだ開けてなんか、またパンダ状態になっちゃうからよ。パンダ状態しゃ。寝床もあれだよね。窓開けっぱなしでさ、こっち開けとくとあれだよね。見られ放題、覗かれ放題だよね。今日はですね、先ほどカンガルーテントをポチったばかりなんですが、実は僕はもうこのテントを張ると決めてからですね、テントインテントを考えていたんです。やっぱり夏はね、あの虫さんに刺されちゃうでしょう、寝てる間に。で、前回はコットの上にその置く蚊帳みたいのでやったんですけど、あれね、上がすごく狭いんですよ。で、長さも僕でちょうどいいぐらいだから、僕以上の人は結構きついなという感覚と、やっぱり若干息苦しかったということでですね、私こんなものを用意していました。ペグダウンしない、ペグダウンしない。これ突風来たら飛んじゃう、突風来たら飛んじゃう。こんな、これ張ってる場合じゃない、張ってる場合じゃない。やばいやばい、ここ風強いんだからね、突風来る恐れあるだから。ペグダウン、ペグダウン、ペグダウン。金ちゃんいいとこ気づいたね、あんたね。え、そう、ペグダウンしとかないと。